こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを始めていきたいと思います。今回は、謎の島と絆の試練、こちらのこれからたくさん特訓して強くなる収集クエスト、ま、こんなもんだね。プレイしたいと思います。まず当然初級からです。ボーナス外せないですよね。ヘルカーレシーブの2人が揃った。今日の作戦頭に入ってる？はい、意外ですね。それ。やるしかない。はあ。弱点を狙っていくよ。みなさん、お願いします。少し待ってください。こうしてできました。どうぞ。やりましたね。お疲れ様でした。フルーツみたいなものいただきましたね。さあ一丁鍛えてきちゃいますか。上級やってみましょう。同じメンバーで。なるほど。こちらを入れますか。なんかやっぱり弱いですよね。怖くない。お手柔らかにお願いしたいです。そこだ。チャンス。皆さんお願いします。少し待ってください。まあ軽く。私から行きます。この技で勝負だ。へい。私の武器はこれ。さて、はい、集団攻撃。彼女も集団攻撃ですね。みんなのおかげだね。やりました。これは危なげなくいけるんじゃないかな。初級でいくとどうなるの、ま、こんなもんだね。総力系が欲しいが、
僧侶系これだけか。ちょっと入れ替えましょう。あまり強くないのがね。さあ行ってみましょう。シマリンを。さあ行くぞみんな。スリルがありますね。緊張します。攻撃された。みんな大丈夫？受けてください。一気に来ました。一気これで貯金を稼ぎます。来た。まず一面クリアです。守りを固めるぞ。皆さんお願いします。内の絵つなぎます。少し待ってください。これ倒しますね。ここシマリン投入です。やるか。その攻撃も集団攻撃になるんですね。やっちゃいましょう。お願いします。太陽光か。少し待ってください。こうしてできました。あっちの地味強烈です。どうぞ。攻撃では地の最強なんじゃねえって思います。お疲れ様でした。まさに水属性の、救いですね。地のはまあ、一連の流れをやりましょうか。全部クリアしてからトレードで交換するまで。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に300行きましたね。そこで召喚やりましょう。朝は鍵の手入れをして、あとはチケット持ってんのか。入れ替わってる。ピックアップ召喚が。お、水キャラってこれ多分復刻版ですね。こちらやりましょう。買うなんていけません。盾だ。おー、なかなか星4以上が出てこないぞ。星4来た。大城あかり、ハルカーレシーブ。お、これは特別バージョンで鈴鹿で青葉。はじめまして、大城あかりです。ビーチバレー部に所属してます。こちらではアルケミストとして
皆さんをバッチリサポートさせていただきますね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。残念ながら、水着キャラピックアップ召喚もやってみましょうか。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。朝は鍵の手入れをし、クエスト続きです。これからたくさん一丁鍛えてきちゃいますか。中級が残ってますんで中級をやっていきましょう。シマリン人気ですね。準備できてるよ。早く行こうよ。やってやろうじゃないか。エリア。タ。ハ。エリア。なんだこれ、パタギリ。ダメか。チャンス。皆さん、お願いします。こうして知能のスキルレベルを上げていきます。やりましたね。お疲れ様でした。コンボが気持ちいい。ま、こんなもんだね。さあ、変わってメンバー変えまして土属性です。土属性の方が楽に運べるような気はしますけどね。本田玉木。ほな、行こか。土より水の方が強いような気がして。始めようか。豪雨とかあると水は土を押し出しちゃいますからね。そりゃ水が最強。これだ。これはどう。このさあ、鉄。私の力、見せるよ。お腹が、よし、ワンフォーアール。食べないと力が出ません。よかった、なんとか勝てて。さあ、一丁鍛えてきちゃいますか。一気に超級いっちゃいます。さあ、メンバーも考えないといけませんね。ただ
カオス先生はそのままでいいんですね。ユウコかな、ユウコあたりをちょっと変える。こうどうなるか。倒しきれないのか。これなら、ここで培った私の力見せるよ。早いかな。ここで培った私の力、相手に攻撃をさせません。倒しましたね。正気は強い。やったね。自分は回復できるっていうのは強いですからね。ここで培った私の力見せるよ。一体で怒って、そして当たった。うまいことは湿疹が出ることでスキルが使えるようになりますね。こうなると楽になる。お手本のようなものです。ま、こんなもんだね。残り2つやっていきましょう。冷え切った地面を使う武器にメンチカツや。メンチカツ。来た、チャンス。ここで培った私の力。スキル使い放題ですね。お腹が。よし、ファンファンアーレ。最
やっぱり攻撃は集団攻撃に限ります。コンボできますからね。あの単体攻撃以上、ボス戦だったら単体攻撃いいんですけど。さあ、一丁鍛えてきちゃいますか。一丁威力で言えば、でもやっぱりこういう3人で複数での敵とのバトルになると、集団攻撃持ってたキャラの持ってるキャラクターの方が有効だと感じますよね。オリビアスナ行きましょう。まあ、これは軽く倒すでしょう。またそう倒しきれないっていうところにコンボが働くという究極コンボ。あっと働かなかった。今度は虎徹だ。行きましたね。よかった。なんとか勝てて。おっと。上がりました。さあ、一丁鍛えてきちゃいますか。ちょっと困っ。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。おはよう。爽やかな朝ね。そう、木の実を170個いただきましたね。周回は重ねるごとに強くなりますからね。あ、もう11しかないのか。無限ダイヤで。ゆずここれ私のニュースタンダードね。強いな。日本が大好きですけど、この世界もいいところですね。サンキュー。おかげで助かったぜ。これからたくこんなもんだね。10あるものは初級しかないんですよね。まあ、ここでこちらで行くか。助けはいらないですかね。そろそろ行きますよ。何が来てもへっちゃらだい。続いて緊急事態ね。ニコリ
すごい海反対攻撃か。これでトレードに行きましょう。総長、早起きは三文の徳ですね。限定効果、こっちは今だけ。ビーチバレーボールです。一個も交換できない。ちょっとこれはびっくり。ブラじゃないわ。ペンダントがない。ペンダントはボールがないと交換できないんですよね。そのボールがまだ39しかないんで、50を達成しないといけないです。まあこれを取ることがこれから目標でしょうね。はい、というわけで結構意外でしたよね。せっかくなんで楽しまなきゃね。これからも周回クエスト自体は簡単にクリアできるので、まあ周回をスタミナ貯めて周回繰り返して、もしくは周回スタミナ回復アイテムを使ってたくさんクリアして、さっきのペンダントを手に入れていただければと思います。はい、楽しかったです。以上になります。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数、1000人を目指しております。あと100人で1000人達成です。ぜひぜひご協力をよろしくお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ言ってください。最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。